今日はですね、はい、カードライン動物編を読みます、うん、このゲームは超絶シンプルでございますここに動物のカードがいっぱいあります、うん、表面に動物の名前裏面にですね、えー、動物のデータが書いてあります、はいでまあ、3つデータがあるんですけど今日はちょっとまずその寿命というデータを使って遊びたいと思うんですが、うん、最初に1枚ペンと出します、うんはい で我々には六枚ずつの手札が配られまして、はい、これちょっと今回二人でやるからオクセ、六次、ね、ルールで、基本的には四枚なんですが、ちょっと今日は六枚で遊びたいと思います。うん、はい。その六枚のうち、ここに出されている動物より自分の手札が寿命が長いか短いかを言い当てていくだけのゲームです。はい。当たればその手札は減るけれど、はい、外れたら山札からもう一枚引いていく。そして、はいえー、自分の手札が。 先に亡くなった方の勝ちというシンプルなゲームですが動物の寿命知識が問われるというですね奥深いゲーム。どうですか動物詳しいいやんない「ダーウィンが来た」は割と見てますけれどでもあんまり寿命の話とかしてないからなあれ今回のピックアップ動物みたいなのの中で例えば鳥とかだったらこの個体に今回は目をつけるってしてその子のしばらく生活を2年ぐらい追うとかだから。 ね、別に死ぬまでとってたりしないし、うん、なんでちょっと寿命ととかはふんわりしてますね,ねちょっと私も自信がないフェレットぐらいなら自信あるかな飼ってたしあ、飼ってたんだ身近にいた動物なら自信があるけどもうすでに一番上にイノシシがいてさイノシシの年齢分かんない,かんないじゃあでもあれでしょフェレットがこの中にいたとしても野生のフェレットのデータでしょきっとそうだ。 イエレ漏水とかそれぐらいの平均的な寿命が書かれてますのでどうなんだろうだって猫とかさ野良猫と家猫だいぶ違うよそっか確かにこどねっせっかくだからイノシシをここに真ん中に置きましてじゃあ6枚ずつもう上から食ってあるので配っていきますねあいろんなの方に今エゾリスがいたよ、かあ 結構いろんななんか私かっこいい動物が来ましたねえーとタランチュラホい<イ>ヤクハト二子コブラクダハゲワシミヤマクワガタなん,なんか結構ちょいちょいさ何だろう隣に並ぶと危なそうな、ね、<laughs> <laughs> これあのクワガタは確実にワシに食べられますねそうだねタランチュラでとヤクだとど,どっちがヤクってでも草食 もうそれもわかんないやし草食っぽいけど色ろななんだっけこの今回は寿命でやるんですけれども体長とあと長さと重さそれぞれでも比べられることができるんでじゃあ私いきますねマッコウクジラかっこいいイノワシドブネズミかわいいアザラシいダチョウエゾリスどうぞどうぞ。 ということなんですけど。なんか結構か、えいいかわいい、なんかそっちかわいいものクラブ、じゃんちっちゃいのがいっぱい。あ、でも、お互い犬はしただけは、そう、わし、わしの戦いあるよ。わしのえ、わしの戦い、六つ。え、わし、どうなるんだろう。ちなみに、もし並べたときに、あの、同じ年数、<の>寿命が十五年、十五年だったら、別に。それはそれ、OK、オッケどっちに並べても。どっちに並べてもオッケー、はい OK、ということになります。じゃあ、ね、じゃあまずじゃんけんしましょうか。最はじゃん。 最初はグー、じゃんけんポン、ぽ <laughs>、はいあ、はあ、勝ったじゃあ、さゆりちゃんから。独特の呼び方がありそうなんだけど。そう、千古五こ千こいいんじゃん、ほいとか、急にやる <laughs> <laughs> 大阪また、また、じゃんけん問題が<笑><笑>また、精神的に揺さぶって勝とうとして <laughs> <laughs> いやいやいや、じゃあ、まず、イヌシの年齢見てみましょうかね。え、あ、寿命は15年。15年。意外と短いんだ。15年。最近はあれですね、あの、砂防ダムに。 挟まっちゃってた子たちが救われて良かったですね。言、うん、いましたね。はい、などと言いつつ、えー、このなえっとううあこっちが短い？こっち短い。短いじゃあ確実なやつ行こう。えー、ハトイノシシより短い。ペン。十年。年ああですよね。あでも十年も。十年も。そうか。じゃあ次は私のターン。 私の場合はここかハト、うん、とイノシシの間にも置けるしイノシシの間にもどこでも置けるんですけどもうん、うん、間違えてはいけないえー、じゃあ私もちょっと、えー、マリーちゃんさエゾリスとドブネズミで自分の中でちょっとなんか厳しい戦いがあるけど <laughs> ちょっとそうなんだいやじゃあちょっと違う方からダチョウはね長生匹じゃないかな<っ>15年より<ん>大きいでしょう38年やりましたあっすごい生きるねダチョウクラブ。イエス ダチョウ倶楽部さんの芸歴もそんぐらいかな。ね、ちょっと今一瞬考えたけど。え、ちょっと待って、難しいな。さあさあ,さあさあ。さええー。じゃあ、えー、じゃあ百パーいけそうな。うん、クワガタは一番短い。ね。三か、うん、月,月。ああ<ー>。ファイト。三か月でしょいや、大丈夫、大丈夫。ああほら。そ,そこら辺の前後いないし。そりゃそうだけど、か月っていうのもあるんだ、なんか。悲しい気持ちになってくるね。 なんかまだカードいっぱいあるけど一番寿命が短いのが何か気になるよねあこのカードの中でね確かに失敗し続けたら最後まであ、いけるいけますよ虫がいっぱいいるならそうだねエゾリスはねじこの間かな確かにねせーのッ年結構長生きうちのハムちゃんみんな3年だったハムちゃんはねそれぐらいしくなってきたな。 タラランチュラを早めに処理した方がいいような気もするけど全然わかんないタランチュラがどんぐらいなのか虫って全体的に寿命が短そうな気はするけど、ね、でもタランチュラってでっかいんだよねうん確か動物って大体サイズに比例するよね寿命うんえどうなのということでタランチュラはミヤマクワガタとエゾリスの間ペンえ十、ー、18年 ですね。原さんが間違えたので、はい、これはシュッとなかったことにされて、私一枚引きます。きたきゅうね、可愛いはい。じゃあランチュロそんな生きんの？ええ、怖い怖い。うかつに変えないね。犬足ね、二十年ぐらい生きそうな気がするんだよね。可愛いな、わしシリーズいっちゃう？ここかな。あ、でもそうだよ、ハゲわし出されるより前にちょっと出しときたいから、私はここだと思う。 わし？<鷲>うん、わし、わし行くな。二十五年。<25? S 1> あーあ、おかしいで。結構これも長生きですね。え、じゃあ私これハゲワシ行きますよ。え、どっち？私これ犬足と同じと見てます。うん。うん、でもて言うなら私犬足とハゲワシの違い分かんないんですけど、犬足のが強い。大きさが分かんないけど。犬足のが大きそうなんかね。私から見てハゲワシの方が大きく見えるけど分からない。 いわかんない、でもハゲワシの方がなんか細そう,そう犬足よりも、短いの方に置いとくけど、うん、同じ25年かなっていう読みで、ぽいだんえ、33年えぇ<え>ワシ同士でそんなに違いある負けたわなんかよくわかんないけど、はい、すまんハゲワシ舐めていたということで増えました、えー、青旗、まあ美味しそういやでも8年も違うんだよね、<laughs> 魚 <laughs> 魚かぁ、私魚は魚、ね、でもアザラシとラアザラシとマッコウクジラを魚って言うと色々怒られると思うよ、ね、そうなんだね君の手元には多分魚いないよ海の生き物哺乳類いや、哺乳類は長生きだと思うんだけど、ね、ただ、この犬鷲25年が3000と輝いちゃってっからねいや,いや、アザラシ28年ぐらいじゃないかな<ー>ここに入っていくわせーの28、29! おすごいおぉ、近いあたし うんうん、職業間違えたかな。あ、動物博士。博士 <laughs> でも動物博士ね勘で当てちゃいけないから。<laughs> 確かに。<laughs> <laughs> こいつは五年くらいかな。<laughs> かなやめてもらえませんかね、博士。<laughs> すごい雑な用名宣告。かなつ。ちょっと待って, <laughs> て。私結構今ストレートですよ。やばい、魚とクワガタってどっちが長いのか問題が今私を苦しめています。えす。うん。ちょっと待って。北キ,キツネ行こう。 キタキツネはワンコの仲間だから、うん、でワンコよりちょっと大きいからワンコより長いと思うのワンコ多分ね15年ぐらいだと思うんだよ<っ>だからイノシシよりちょい長ぐらいじゃない行きます、キタキツネ、ポンハ、ね、ええここだね、ハトとエゾリスの間、ね、キタキツネってハトより,<っ>短,いより短いの儚っ切ない 連チャンち敗北で精打ちが手元に来ました。もう私これ一生減らないのではでもここからこうほらどんどん増えていくと、ね、だってマジャちゃなんか簡単そうなんだもん本当に本当にアザラシよりもクジラの方が長生きそうで38年いけるかないけるダチョウの38年ダチョウの38年って意外すぎるんだよねそうなんだよねだからうん,なんか さっき言ってた左右理論的には体がの大きさに寿命を比例するって言うかただ今キタキツネがめちゃめちゃ外してきたからね<う>キタキツネハとより短いからねもう何も言えないよそう、ね、私はそ,そこなんだよねだからじゃあアザラシとダチョウの間にちょっと<あ>バッグギャンブルしてみる、うん、寿命ギャンブル私もっと長いと思う本<当>どうぞ七十いやねクジラ38年はないよ本当いやなんか四十かないや いや私、下手したらクジラ人間より長いかもって思ったもんいやさゆりちゃんのさっきの言葉にやられましたわ「北狐フェイク」「そうフェイク」「北狐トラップ」「ヒグマだ」かっこい,いの来たじゃあ私も体のサイズ問題いこうかセイウチはアザラシより絶対長いと思うのあ、うん、ともうこのダチョウ倶楽部だよねセイウチってでもセイウチさんすごい 長生きしたりしませんかね。だって声めっちゃ低いし、バオバオみたいな鳴き方するもんね。今何アシカアシカから。セイウチ。じゃあちょっとダチョウより長いでかけます。セイウは、40年おーじゃあ、やっと減ったわ。セイウチっておじさんだね。そうなんだ。ええ。いやじゃあ、これ楽しいな。これめっちゃ楽しい。ドブネズミ。 チュチュ。とムネズミがなちょっと難しいよね。ここどっちかだと思うの私は。野生の寿命だから野生っていうかその普通の寿命だからいわゆるこう都会による事故とか病気とかじゃなくて普通に健全に生きた場合の寿命でしょ？長そうだよね。長そうだわ。じゃあここ六年と十年なんだ。ここ。でもハトより長いやでもハト十年が今ハトがね強いからね。十年も生きんのかいや八年ぐらい。おえ三年。 ここだったよりやっぱ環境厳しいとこにばっかり生きてるから短くなりがちあやばいここに来てちょっとあ,あくクマシリーズじゃんま,またつらい <laughs> この動物園行きたいわえじゃあ私ちょっと早めに魚処理しとこうかな魚さばいとこうかな、うん、魚ね、うん、クワガタよりは長生きだと思うんですけどどうでしょうねどうでしょうねでもそうだよねだサケとか1年とか生きるもんねタ、うん、はクワガタとエトリスあっ<え> 50年 <laughs> はえでも50歳の青旗って<え>、どんな味すんだろうねはっえ,えでもたえ、めっちゃ重くない ?65 キロもあるえっ、1.5メートル私の知ってる青旗…もっとちっちゃい…こんぐらいだよ、青旗かゆりちゃんぐらいか怖。え,え負けるえ負ける負ける<え>私たち青旗って…

また怖。こ私持ってんの次クマシリーズのんだけど、ちょっとダチョウをね起点に今考えてんだよね。あ、ダチョウからのクマ。でもここ一緒か。えー、ダチョウとセイウチ年しかちがないからね。いや,<生>いやでも北極だからきっとね大丈夫ここ。本当に？四十三年ぐらい。そんな行かないんじゃない？二十二年だったわ。アザラシより短いやんけ。<laughs> <laughs> ああ<ー>。アザラシ食べてる北極クマがアザラシより短いというね。 やっぱ肉食は…食っちゃったなかったことにカワセミ肉食はやっぱちょっとあの短いのかもね,ね、えー、そっか次虫行こう虫虫,虫をさ刺すとあ違うでもこの辺がもう増えてくるとややこしいから焼く草食動物でしょうん、草食動物え肉食のが短いってあるのかな草食長め難しいな肉食は短い子は短いけど長い子は長そうだけど、うん、草食は全体的にそんなでも でもこのおっとりした顔立ち的に長生きすると思うんですよ。うん、ダチョウより生きると思います。でも三十八と四十年の間に置くかっていうの。そうなのよ。の声打ちとどう戦うダチョウより短くしとこうかな。ここにします。はい。ヤクさんはだん二十三。ここここか二十三。 そうなんああ意外と生きないへえ<ー>新成人ぐらいまでださああよかったね次トンボだよトンボだ幸せのトンボだ <laughs> 次はカワセミを置こうかなカワセミ,カワセミかわいいカワセミかわいい鳥ちゃんかわ鳥ちゃん5年以上生きるいや4年ぐらいじゃないもんねだかねちっちゃいし イチチチチチってしてこうやって飛ぶことあよねこうやってかわいい対空できることだよね確か多分ね四年ぐらいだと思う悲しいなピッ15年も生きたわイノシシと同じイノシシと同じ大きさ関係ない、うん、鳥むず難しいまあでもダチョウの前例てかダチョウの後も想定より相当生きてるよね鳥って私たちやたら短命だと思い込んでるのかな、うん、鳥舐めすぎなのかもそうトンボトンボここに来て トンボ行きますよトンボ。は、うん、クワガタよりは生きるんじゃないでしょうかほうあでも待って夏に生まれるじゃんヤゴ。で秋に交尾してるじゃんそのまま死ぬの確かに<う>春とか見ないよね6月ぐらいに生まれるとしてなんとなくジメジメした時期に生まれそう、うん、789 <laughs> また微妙な年月だったね <laughs> 頑張れトンボクワガタを超えろバン 七十三日、二ヶ月ちょっとですね。惜しいねー。そ頑張れなかったよ。惜しかったなお前。<う>やっぱクワガタ出すの早かったんじゃない？か早かった。<laughs> クワガタの時点でトンボ来ると思ってないからな。ラッコえました。かわい。い。次私<や>さっきのクマのリベンジをしようと思うんだけど。どこだった？白クマ。白クマ一、七十 <laughs> <人>。あそうだし。 白クマめっちゃ生きるんだそう、でもヒグマは…え、違う違う、え、あ白クマ生きるのかえ、そうだったっけ白クマ違うよあ二十二年だったわ確認しちゃったそうだヒグマもっと短いと思う、十八年ぐらい18年くらいはクジラだよここやおヒント出しちゃったと、犬足の間イノシシよりは長生きなはずまあ、でっかいからね人間…冬眠するからね、クマはやっぱアザラシとの間にしよう そうダチョウにはかなわないちょっとダチョウだし、そうダチョウにはかなわない。32枚。やったった！やった当たったよー。すごいあ、やばいやもうあと1枚しかないじゃん。そうなんだ。えー。佳代ちゃん頑張って。ちょっと双子ブラックだとかマジで全く見当もつかないんだけど。いいえでもカマキリ行ったら？カマキリはもうほら<も>昆虫分かったでしょ？クワガタがそもそも分かんないんだよね。<laughs> カマキリってでもなんか夏に卵を産みつけてるよねフェンスに。 で、あれがウソウソ出てくんのいつだっけ秋ぐらいでしたっけね秋にウソウソ出てきてえってことは1年ぐらい生きてるんじゃないどう、えっと、冬化せるかどうかだよねそうか春だウソウソ出てくんの私春よく見てるけど春にちっちゃいの出てきて本体はいつまで生きてんの2ヶ月お前も2ヶ月なのかお前も73なのかでもほらなんか子供産んだ時、うん、か破ってあっ、ね、そうだお腹破って出てくんだ逸話があるよね小さいじゃあ短いのかな クワガタより短いどうでしょういきますバン !6 ヶ月六ヶ月六ヶ月やっぱ春に生まれて秋に死ぬんだそういうことかへぇむなしいしで次来るのがカナヘビっていうのがわかんないカナヘビがわかんない <laughs> ガンガンちゃんの飛ぶ狼が来たぞあ狼が来た。狼って何年生きるんだろうあ、でもほら狼。オオ と一緒に育った少女とかオオカミの小説とかよく読む時し喋るオオカミは結構ね23歳ぐらいで子供を守っていなくなるこう小説とかゲームとかいっぱいやったから多分ね。なよ <laughs> ごめんねちょっと私ぞ <laughs> 私結構さ動物詳しかったみたい。 もしかして私才能あるのかな十二年惜し勝つ m イノシシ様がそこかーによる阻止をしかったーーーの阻止12年なんだーぶねそしてここに来てキリンキリンわかりそうわかんないもう私ラッコでしょラッコは小動物だから短いよどこが短いのかさてもうハト邪魔だなハトハト多い いやでもハト置いたのりで,ですね、うん、いやリスとイノシシの間だと思うんだよラッコ、うん、ハト邪魔だなあおい <laughs> でも意外と短命説あるんじゃない哺乳類さっきから短命だもんねイノシシもこのサイズで15年はまあまあって感じだもんねラッコって猫と同じぐらいのサイズでしょそしたら野生はさっきから猫よりだいぶ短いからリスとハトの間いくらッコ16年おぶん そうですねイノシシを超えましたねまさかの、ね、ハトじゃなかったじゃんまたイノソシされちゃったイノソシそしてセグロカモメ、はい、だから見当つきそうなのが来ない <laughs> キリンがねキリン,だよキリンさんが好きですでもゾウさんの方がもっとゾウさん失敗したしなんかキリン長生きだと思うんだよねキリンさんは長生きででも長生きって40年超えるかかどうだよね 気につえぞ。長生きなんじゃない？四十二が長いから、やっぱ首が長いかそういうことそういうこと。あの自然でもこれ当てるとゲーム終わっちゃうんだけど。うん。いや当てないと。二十六年。ここか。イ犬ワシを越えてしまった。イ猿ワシは超えてた。アザラシに負けてる。あんなに首長いの。さあゴリラ。あもっと望みの話を聞いてあげればよかった。でもいつも聞いてたのに。寿命の話をしてたかな。わかんない。さて。 悲しいいこと聞けなわもうあんまりね、うん、そもそも知らないやつらが来てるカナヘビとか鳥、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 また鳥鳥鳥カモメはハトより生きるんじゃない大きいし単純にもうサイズ感でいうとハトとイノシシがまたイノソシしてくるっていう <laughs> ハトとイノシシの間が5年で、うん、イノシシとイノワシが10年あるからここ置いてみようかああ<ー><年>え長生きここご長寿 ここなんだ、あたいより年上。え、でもカモメより長生きなんだね。あ、わしより。わしだ、わしだ、ごめん、ごん。本当だ。やっぱ安全なとこにいるから。あ、ここにからあ、ゴリラとオラウと。類人猿の熱い戦いが。ええ。さっきから全然三枚から減らないんですけど。いや、私最近映画見てたんだけどさ。映画っていうか、あ、小説、小説、ゴリラとかの。そう、ゴリラも見たわ、二千一年中の旅。 見てたのにな寿命キンゴリラ長生きいやでも三十三年ぐらいだともう近いよ近いよ大型哺乳類この辺に固まってるよでも大型哺乳類ってここら辺な気がするよねやっぱまあ確かに三十五年ぐらいからあれしたりこれしたりしてるもんねいけるかゴリラ三十五三十五四十 きよまた、そして、カメて亀だ。亀。ええ、これ次で上がるんじゃないの、マリエ。えれ、知ってる。ええ、でもヘルマンリクガメだから、その辺のカメと違うよ。ヘルマンリクガメだから。うん。寿命もヘルマン。まほら、どうすんの。ちょっと今、ほら、ゴリラ。ゴリラ、四十。ヒント出しちゃったから。ゴリラ四十でオランウータンでしょう。ん。まあ。ゴリラよりちょっと短いんじゃないかな、ちっちゃいし。ちょっと短い。他はオランウータンのがおじいちゃんなんだよね。うん。 で、ここにきて323840っていう <laughs> どこ刻むいやあえてのゴリラ声えを期待してあでもちっちゃい結構ちっちゃいよねオランウータンの方がいやでも大きさは関係なかったじゃん今までやってきてでも大体いい大きい方がこっちじゃん今あの当てられたところに関してはそうだ、ね、当てられたところに関してる正解は、えー、じゃあ同じとこ挑戦してみるヒグマとダチョウの間いきますウータン35当たった 32 35 38 40ここ超危険ゾーン。やばい刻んだねそして亀私これ知ってる鶴は千年亀は万年いやでも分かんないヘルマンリク亀だから、はい、75年おおやっぱ長生きなんだよかったことわざうそつかないということで寿命選手権はまりえちゃんの勝利あちなみにじゃあこれ金蛇とラクダラクダラクダ、ね、置いてみない試しにラクダはでもすごい生きるでしょいきそう 七十いやそんな行かないと思うそんな行かないと思う絶対ここ三十五年間あるからいや変わるよ四十超えないと思うよ四十超え三十ぐらいじゃない三十ぐらいサコブラクダえ三十も生きるかなさゆりとラクダはベン四十八幅だったのにそんなに生きるんだサコブだからやっぱカナヘビもうカナヘビはねわからない。 いいう生き物がかからないかない違うのかなこれはヘビなの足あるけどトカゲトカゲみたいなちょっとかわいいトカゲだからまあこの辺だろうどこリス,リスよりあでもトカゲじゃ長いんじゃないですか爬虫類って長いよね爬虫類いないんだよね爬虫…そうねカメが何かを訴えてるけどカメはすげえ生きるからなカメは私より生きる可能性あるからなあっそうだよなビ<え> じゃあさっきからイノシシに注目してるからここどう15年より生きちゃう私じゃあこっちだと思うバビロン8年あっあ貧弱ここなるほどということでさゆりはセンスがないということが分かりましたねはーいということでなるほどねなんか賢くなったね面白かったけど面白いそうなんだクソクジラの寿命も当てられないようなやつに負けた <laughs> え知ってた知ってた だだってクジラはさすすがに長生ききるでしょうそうそうあんだけ大きいんだもんいやでもほら大きいからこそ自由が利かなくてすぐなくなっちゃうのかなてえてでも心臓強いじゃんきっと人間より大きいから亀心臓強い亀は亀だから <laughs> <laughs> はいということで亀ひん亀ひんご褒美が褒美だ,あーーだやったーこれでじゃあ動物図鑑とか何何あアニマル犬,マル犬そう 5本とか読むよっていうアニマゾンだ、アマゾン、そう、ありがとうございます。ということで、これ他にもね、実はカードラインの動物園以外に、恐竜編とか。うん、世界史編、歴史編、歴史編、世界史編、あと雑学編。雑学編、<う>恐竜編はまあ、多分同じだよね。ね、世界史編は年号がどっちかとか当てるんですかね。はい。ういうあ,あと雑学は何するんだろう。うん、なんだろうね。雑学編は全くわからないので、はい、ちょっとそっちも見てみたいなと思います。 とということでパーティーゲームやってみようのコーナーでした。